猪瀬知事は17日からアジア大都市ネットワーク21、通称アジネット21の総会に出席するためベトナムのハノイに出張します。このアジネット総会、2020年オリンピックの招致決定後、猪瀬知事にとって最初の外交の場となります。アジアの大都市が共通して抱える課題を解決するため、そのトップが集うアジア大都市ネットワーク21。バンコク、台北、ウランバートル、そして東京など13都市が加盟し、毎年1回総会を開きます。この夢を実現させてですね、アジアの存在感というのをですね、要するにはっきり世界に示して、それが引き金になって、世界の歴史の新しいページをね、アジアがとにかく開くという、そのきっかけを皆さんに作っていただきたい。石原前知事の提唱で2001年から開催。アジア各都市が協力して中型ジェット旅客機を作る航空事業をはじめ、環境問題、危機管理、医療など12のプロジェクトが立ち上げられています。石原前知事は、何といってもアジアの皆さんに一つ投票の力を貸していただきたいことを重ねてお願いいたします。よろしくお願いします。2008年の総会では石原前知事が各都市に2016年オリンピック招致への協力を呼びかけ、参加全都市の支援を得るなど、一つの事業をアジア各都市が一致団結して取り組む場として使われてきました。そのアジネットの総会に猪瀬知事が知事就任後初めて臨みます。総会では例年行われている政策対話を都市計画、省エネルギー政策をテーマとして実施するほか、アジネットが次のステップに踏み出すために新たな共同事業を立ち上げます。都政担当の朝倉記者です。朝倉さん、早速伺いますが、一つの事業をアジアの諸都市が協力して行うのがこのアジネット21ということなんですね。そうなんですね。我々なかなかですね、馴染みの薄い国際組織というふうに言えると思うんですけれども、はい、さあじゃあどんなことをやろうとしているのか、共同事業という言葉がありました。はい、12の共同事業があるんですが、こういうものを一部挙げてみたんですね。先ほど VTR にもありましたジェット旅客機の開発というのもやっていたり、はい、あとまあずらずらーとこういうのがあるんですが、その中で一つ、ジュニアスポーツ交流というのがあります。これですね、毎年秋にアジアの加盟都市などを招いたジュニアスポーツアジア交流大会というのを、東京で開きまして、加盟都市の中高校年代の若いアスリートが日本を訪れていると、こういう具体的な形で事業が進められているんですね。なるほど、多くの協力事業が行われて、交流もまた熱い関係を築いているというわけですね。はい、で、そんな中で先ほどの VTR で知事が新しい事業を立ち上げると話していました。猪瀬知事、知事就任後初めてのハノイのこの総会ということでですね、はい、猪瀬知事肝入りの東京提案の新規事業がどうやら提案されそうだということなんですけれども、はい、その具体的な内容、実はまだ公表はされていないんですね。ただ私いろいろと関係者に話を聞いたところ、これまでこのアジネット21の事業というのはどちらかというと政治、それから文化面の事業が多かったんですけれども、今回どうやら経済面の加盟都市の結びつきを深めたいと、で加盟都市のビジネスチャンスをこう広げていく、拡大していく、そういうシステムのようなものをですね、作っていこうとしてるんじゃないかと言われているんですね。なるほど。その猪瀬知事の現地での予定をここでちょっとご紹介します。18日と19日にそのアジネット21総会が行われますが、その他18日にはハノイ市長との会談、歓迎レセプションがあります。そして19日にはハノイ国家大学での講演ということになっていますね。まずですね、先ほどありました新規事業の提案というのはこのアジネット21総会19日の2日目の、この日程で行われるということ、はい、あと実はベトナムって今日本語ブームなんだそうで、はい、実はですねこのハノイ国家大学というところで、19日に、講演をするんですけれども、この時には日本語を学んでいる、ハノイ国家大学の学生さんたちを相手に日本語で猪瀬知事が講演をすると。でそういうの内容は、オリンピックとスポーツに関する内容ということですので、どうやらですねそのオリンピックに関して若い人たちにメッセージを発
するとそういう内容になりそうなんですね。で大切なのはですね、もう一回挙動この日程をご覧いただきたいんですけれども、18日にハノイ市長との会談、そして歓迎レセプションというのがあります、はい、猪瀬知事、外交の姿勢として二都市間交流というのを重視したいというふうに話しています。で先月末には中国北京市の担当者が来日しまして、大気汚染の解決に関する東京のノウハウをレクチャーしたんですけれども、はい、まあ、これをはじめ、タイやミャンマー、マレーシアの都市で現地の水道事業に技術協力するなど一対一の関係を重視しています。まあ、今回のこのアジネットの場でですね、一対一の外交というのを展開するんじゃないかというふうに考えられているんですね、はい、あとマニラも加盟国ですので、フィリピン大災害ありましたよね、はい、これに関する何らかの支援も、まあ、ここで話し合われるんじゃないかと、これは私が想像しているところなんですけれどもね。わかりました。石原前知事の提唱で始まったアジネットですが、アジアのトップリーダーとしてのその外交力や貢献力をどのように発揮するのか、いよいよ知事は出発です。総会については来週の MX ニュースで詳しくお伝えします。朝倉記者でした。